中山俊彦中山俊彦は、日本の医師、政治家。日本医師会四大会長、貴族院議員、参議院議員、国務大臣、兵庫県出身。1908年、東京帝国大学医科大学を卒業。1920年、東京府豊玉病院長に就任。以後、東京府医師会長、同医師会付属下屋病院長。 東京市理事、日本医療団東京支部事務局長、母子アイーク会理事、公衆衛生委員顧問、医師国家試験審議会委員などを歴任。1946年に日本医師会会長に就任し、戦後の新体制を準備していたが、GHQ から戦争協力者に対する公職追放を、医師会役員にも適用するという通告を受けて、 会長職を辞任した。1946年7月、貴族院直選議員に選出され、同性会に属し、1947年5月の貴族院廃止まで在任。1947年4月、第1回参議院議員通常選挙の全国区に出馬し初当選。その後、第2回、第3回参議院議員通常選挙でも再選され、在職中に死去した。 参議院議員として、同院運輸委員会、社会保障制度審議会副会長、鉄道建設審議会委員などを務め、所属政党では、自由党総務、同顧問などを歴任。また、1952年4月、第三次、吉田内閣の国務大臣として入閣した。ありがとうございます。